どうも皆さんこんにちは、ケイチチャンネルです。ちょっとまたとんでもないことが起きておりまして、中国のマクドナルドがチキンナゲット型のテトリス専用ゲーム機を発売しました。こら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 、またこれ勝手にテトリスとかパクって勝手にそんなことして、あ、ごめん、これ正規ライセンス製品だって、これごめん、すいませんでした、すいませんでした。完全な偏見でね、物事考えちゃいましたね。正規品となると欲しいなっていう冗談はさておき、またちょっと面白い話題が出てきておりますので、その辺についてちょっとお話ししていこうかなと思っております。今日の話題は3つほどあります。 Days Gone 2が開発開始、せや、ソニーが CD プロジェクトレッドを買収、せや、今年もう一度プレイステーションショーケースがある。ちょ、待ってもう何でもありか。いや違うんですよ、これ先日から急に一気にその辺の話題がドバッと湧いて溢れてるんですよ。今ゲーム好きの人たちの間で話題がこの辺で持ちきりです。せや、しかしながら各種ゲームメディアは取り上げておりませんということと、ゲーム情報通の中でもとりわけ信頼度の高い人たちもこの辺の話題には触れておりません。というわけで本日は解散って言いたいところなんですけれども、まあ、正直今回のこの3つの話に関しては信憑性はかなり激薄だと思うんですが、ちょっとねいくつか解説できそうなことがあるので、ちょっとお話話題として触れてみようかなと思いました。なんで急にこの辺の話題が出てきたのか、そして話題の信憑性はどうなのか、あながち 0% とも言えないかもしれませんね。出発。まずですね、 Days Gone 2が開発開始されたとかっていう話なんですが、ジェフ・ロスさんっていうですね、 Days Gone でディレクターを務めてた方がいらっしゃるんですよ。その方が先日 Twitter でこんなことをつぶやいてまして、自分たちの信念を貫いていれば Days Gone 2を1ヶ月前には発売できていたかもしれないのに、みたいなことをおっしゃってます。ちなみにこのジェフ・ロスさんは今はDays Goneを開発していたベンドスタジオにはいなくてですね、クリスタルダイナミクスっていうですね、現在はトゥームレイダーのアンリアルエンジン5で開発しているところがあるんですけども、そこに、入っておりますね。このジェフ・ロスさんは Days Goneの開発に関わっていて、たびたびですね Days Goneのことを、Twitter でつぶやいたりするんです。で、この方曰く Days Goneはソニーからね失敗扱いされたっていうふうに言ってるんですよ。1年半で Days Gone は800万本売れたけれども、同じく800万本売れたゴースト・オブ・ツシマは祝われていた。しかし Days Gone は祝われたどころか失敗扱いされていたと。そして Days Gone の続編の話についても、 SIE の CEO が交代したタイミングで続編の話は消えてしまったというふうにおっしゃっておりました。せや、SIE、ソニーは Days Gone を失敗扱いしたのでしょうか。だとしたらなぜなんでしょうか。ちなみに Days Gone はメタスコアが比較的低いです。ソニーがプレイステーションスタジオとしてファーストパーティータイトルとして出す中では結構低い部類ですね。これは広大なオープンワールド、美しいグラフィック、大量のゾンビと戦う迫力のアクションに先が気になるストーリー、正直面白いゲームでしたよね。ぶっちゃけなんでメディアから評価が低かったのかっていうのは私もよくわかりません。ちゃんとユーザーからの反応は良かったんですよね。ユーザースコアは 8.4 をつけております。サクセス。まあでもメディアからの評価が低かったので、 Days Gone を失敗扱いしたというのであれば可能性はあるかもしれませんよね。メタスコアが低かったのでソニーは Days Gone を失敗扱いしたというのであれば、ソニーはそれは結構大きな間違いかもしれませんよね。ユーザーからはかなり求められておりますよね。おそらく一度は続編の話がついえた Days Gone であったかもしれません。しかしながらもう一度自社のタイトルを見直した時に、 Days Gone ってユーザー求めてるよねっていうことにもし SIE が気づいたのであれば、開発を再開してもおかしくないレベルの IP だとは思います。そういったタイミングが直近でひょっとしたらあったのかもしれませんよね。 Days Gone はそれだけに値する IP なような気はしますよね。しかしながらですね、過去の開発メンバーは一部はもうすでにスタジオにはいませんので、また新たに開発するといっても
それなりの問題は起きてきそうではありますけれどもね。いずれにせよ SIE はまだ Days Gone の続編を発表しておりませんし、噂の信憑性自体もかなり低いところだと思います。そもそも Days Gone がソニーから失敗扱いされていたかどうかっていうところの真偽も含めて不明ではありますが、まあ、Days Gone の背景をめぐっていろいろなことが起きていて、直近で開発していた方がそのようなことをつぶやいていたというようなことがこの噂の発端なんではなかろうかななんていうふうにちょっと感じております。続編が欲しいという願望が生み出したモンスターなのかもしれない。ちなみに Days Gone 2をですね、求める署名活動が10万人を超えたそうです。10万人の署名じゃちょっと続編には動きにくいのかな。この署名活動が100万とかになったらひょっとしたら分かりませんけれどもね。皆さんは Days Gone 2望みますか、望みませんか。皆さんのご意見もぜひコメントお待ちしております。続きましてですね、 CD プロジェクトレッドの買収の噂なんですが、これはこれに関してはもう全く分かんない。何が起きてるのか全く分かんない。そもそもですね、買収に関わる噂で当たったものって私聞いたことがないんですけど、なんかそんなにね、買収の噂って飛び交うわけではないんですけれども、過去にあのスクウェア・エニックスがソニーに買収されるのではないかっていう噂が2年くらい前にあったんですけれども、まあ今のところそんなことはありませんよね。しかしながらソニーとスクウェア・エニックスって強い協力関係にあるっていうことに関してはおそらく事実ですよね。プレイステーションの次元独占タイトルなんかが結構多かったりするのは、まあ、そういった点もあるかと思います。開発における協力関係があるっていうことはあながち嘘ではないんじゃないかと思います。なので過去にスクウェア・エニックスが買収されるかもっていう話が出たところがあるとしたならば、煙の出どころっていうのはそこ、結構な協力関係にあるからそうやって感じた人がいたんじゃないかな、事情を知ってる人がっていうところにあるのではなかろうかと思います。でもし今回 CD プロジェクトレッドが買収されるかもっていう噂がどこかから誰かのデタラメ、全くのデタラメがでっかくなったっていうわけでないのであれば、ひょっとしたら CD プロジェクトレッドと SIE が協力関係を何かしら結び始めている、もしくは結んでいっているなのかもしれませんよね。SIE としても強力なゲームソフトを生み出してくれるスタジオに協力することっていうのは結果的には自社のためにもなりますからね、十分に考えられるのではないかと思います。出発。ちなみに CD プロジェクトレッドは6月のサマーゲームフェストでサイバーパンク2077の拡張パック仮初めの自由のメディア向けハンズオンが行われます。すなわちメディアの人たちだけ先行でプレイできるっていう感じですかね。そのサイバーパンクの拡張パック仮初めの自由は2023年リリース予定。6月のサマーゲームフェストで、何かしらの発表があると思います。おそらく配信タイミング発表してくるんじゃないかなとは思っております。サイバーパンク2077を遊んでいない方は今のうちに遊んでおきましょう。出発。ではもう一つの話題、プレイステーションショーケースは今年もう一度あるのかっていう話なんですけど、まあ、これだけ聞くと、まあ、正直ですね、先日行われたショーケースに物足りなさを感じた人たちが願望を込めて言ってるようにも聞こえてきますよね。ショーケースそんなに乱発するわけないじゃんって皆さんも思いますよね。実はここにもですね、ちょっと他に理由があったんじゃないかと私は思っております。そこには2つほどの理由が見えてきます。まず1つ目の理由なんですが、今回のプレイステーションショーケースで発表される予定だったものが発表されなかったって言ってる方々が結構いらっしゃるんですよ。なんか話によるとね、ラチェット&クランクパラレルトラブルのパソコン版が発表される予定だったらしいとのことなんですが、今回発表されてませんでしたよね。まあそもそもラチェクラのパソコン版の審議っていうところもありますが、今年のね SIE のパソコン向けの売上目標とかを考えたら、まあ、十分に考えられるでしょうね。というかそろそろね、この辺のゲームタイトルはパソコンでもそろそろ出しておきたいところですよね。まあみたいなところが一つありますのと、また別の情報筋のお話によりますと、もともとプレイステーションショーケースは9月に予定していたなんていう話もあるらしいんですよ。まあ9月に予定しつつも、6月のね E3 タイミングにはまた大きな発表もするよねっていう話なんで、まあどっちにも何か行うんじゃないかなとは思いますけれども、
まあ、いずれにしてもそういったようなさまざまな情報がいろいろとこんがらがった結果、今年もう一回プレイステーションショーケースあるんじゃないのっていう話になっていったんじゃないかと思います。まあショーケースの乱発はおそらくやらないと思います。次にあるとしたら、ステートオブプレイなんだと思います。そこではひょっとしたら今回のショーケースで発表が取りやめになったものたちが発表されるかもしれませんね。ショーケースだとか、もう間もなく行われるサマーゲームフェストとかもそうなんですけども、なんかね、発表する内容って結構事前でドタキャンになったりすることってあるらしいんですよ。ゲームアワード主催、サマーゲームフェスト主催のジェフ・キーリーさんも、発表できるものが用意できてると思ったら土壇場で発表できなくなったりとかって、そういうことって結構あるらしいんですよね。それがどういった理由でそのように動いていってるのかっていう、そこまでは私にも分かるところではないんですけれども、ゲームの発表会って何かといろいろ大変なんですかねっていうね。まあそもそもゲームの開発自体が今めちゃくちゃ大変なんだろうななんて思っております。出発。おそらくそのゲームの開発にもっともっとね、 AI とかを取り入れていく、そういう未来は来るんじゃないかなと思います。例えばバグを取り除くなんていうのは、 AI が勝手に見つけて勝手に取り除いてくれたりしたら最高っすよね。でもそうなってくるとゲーム開発してる人たちの仕事がなくなっていく可能性がありますよね。ちょっと怖いといえば怖いですけども、まあでもね、世の中の様々なものが進化していく上で、そういったことって今までもたくさん起こってきてましたからね。まあ音楽がね、 CD で販売されなく、ほとんどされなくなって、ストリーミングでみんな聞くようになってからというもの、じゃあ CD 作ってた人、ディスク作ってた人とか、パッケージ作ってた人とか、 CD 売ってたお店とか軒並みなくなってったりしましたもんね。まあ、そういうふうにちょっとずつこう世の中って変わっていくんだろうなっていう、なんか全然関係ない話に今グッと脇道に逸れているこのタイミングで、この話は終わりということで、いかがでしたでしょうか。ここ最近で急にドバッと現れた変な噂たち、もちろん信憑性はかなり薄いですし、実現する可能性は低いんじゃないかなと思いますけれども、その噂の元には様々な理由がひょっとしたらあるのかもしれませんね。そういった噂の根っこの方をたどっていけば、当たらずとも遠からずなゲームの未来が見えてくるかもしれません。なんかわかんないけど、なんなのこの語り口。世にも奇妙な物語のストーリーテラーみたいな感じになっちゃってるかもしれませんけどね。今日もゲームの奇妙な世界への扉を開けた皆さんでございました。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。